今回紹介するミニカーはこちらです。トミカトイザラスオリジナル三菱アウトランダー PHEV アジアクロスカントリーラリー仕様です。実在するデザインです。このパッと見てこの緑色のラインが特徴ですね。面白いです。ギミックはサスペンション、後部ドア開閉、材質表示、おお、よかった、シールがないので全部印刷のようですね。素晴らしい。トイザースはこの辺の窓のこのとか上とかシールの時ありますからね。最近はシールなくてとてもいいです。素晴らしい。では開封します。パガリンチョ出ました。箱が大きいやつですね。でこちらです。おお、やっぱりシールない。素晴らしい、素晴らしいですよ本当に。まずは左側面、正面、右側面、後ろ、真上、真下、ちゃんと加工されてます。こういうのね、整備するんですよね。スケールは63分の1です。サスペンション効いてます。このタイヤはトミカのタイヤですけど、このホイールの部分が黒いんですね。面白いです。普通は銀色ですよね。ではじっくり見てみます。黒とオレンジと黄緑色です。バッタみたいな感じですね。もしかしたら本当にバッタをイメージしてるのかもしれませんね。勝手な想像ですけど、中はこんな感じです。すっきりしてます。後部座席、ライトはクリアパーツです。ライトっぽくてとてもいいです。バンパーの部分のみシルバーに塗られています。そしてセンターには三菱のマークです。そしてボンネットの部分にも三菱モータースって入ってます。シンプルなデザインでとても好感触です。窓ガラスの上の部分にはアウトランダー PHEV って入ってます。シールじゃないです。素晴らしい。天井にも三菱のマークが入ってます。ちょっとバッタっぽいんで仮面ライダーっぽくも見えますね。やっぱりハイブリッドなので給油口とあの電源ソケットが2つありますね。まあ、どっちがどっちだかちょっと分かんないですけど。で後ろです。テールランプが赤くなられます。そしてここにも三菱のマークが入ってます。で後部ドアのところにも文字が入ってます。アウトランダー PHEVで、ここ後部ドア開閉です。ガチャリンコ、荷物が詰め込めます。やっぱりこうスペアタイヤとか入れるんですかね。ガチャリンコで天井ですね。アウトランダー PHEV 三菱モータース、とてもタンポン印刷が多いですよ。いっぱいいろいろ細かいのが。ラリーカーなので本当はこのサイドの部分とかにスポンサーの名前とかいっぱい入ってるんですけどね。でもまあシールよりはこうなくしてしまった方が潔いかなって思います。シールは結局剥がれちゃいますからね。というわけで今回紹介したのはト
トイザラスオリジナル三菱アウトランダー PHEV アジアクロスカントリーラリー仕様でした。どうもご視聴ありがとうございました。